アルダハン県はトルコ、東アナトリア地方の県。県とは、アルダハン。南に、カルス、南西にエルズルム、西にアルトビンの各県と接しており、北部、東部をジョージアとの国境に接している。また、接してはいないがアルメニアとの国境付近である。この県は、高地地帯にあり、気温が簡単に冷下に下がり引く、摂氏20度に達することもある。 このため多くの時期行きで覆われており、観光客も多い。経済は牧畜が盛んである。1993年までこの県はカルス県の一部であり、県になることでインフラへの投資を呼び込むと考えられたが、1950年から現在でも人口の流出は止まっておらず、貧窮している。1990年には17万人いた人口も2000年には、 約12万人に減少している。キプチャク族、トルコ人、トルクメン人、カラパパク人、アゼル系トルク人などが住んでいる。トルコ軍はこの国境の県に存在感を示しており、軍関連施設、軍事雇用などもこの県の経済を強めている。バクートビリシジェイハンパイプラインもこの地域に活性化をもたらしている。紀元前680年。 スキタイ人がコーカサスを越えて北方から侵入し、ウラルト王国からこの地を得て支配した。バンコの南岸に首都を持った。この後、ペルシアに奪還され、その後紀元前330年頃、アレクサンドロス賛成によって支配される。1068年、セルジューク朝のクマンジニアペシネク族がこの地域を支配した。1124年にはキプチャクがコーカサスを越えてきた。 1267年のイルハン時代はアヘルツヘオ首都にキプチャク王朝を樹立した。この王朝はオスマン帝国2578年に征服されるまで残った。アルダハン城のようないくつかの城が残っている。また、一年のある時間にダメルさんはアタチュルクの生きているような影を映す。この県には6つの海自治体がある。ありがとうございます。